負け惜しみじゃないんですけど、やっぱりそのなんだろう、クランクインするまでアクション自体のレッスンをするのが1週間ぐらいしかなかったんですよ。でもともと私はそんなにスポーツをやってたわけでもないし、特別運動神経がいいわけでもないし、そんなアクション俳優、アクション女優を目指してたわけでもなくてもうなんかグラビア上がりのアイドルのような弱っちいこの私がいきなりその現場に入ったら要求されることが意外と思ったより高くて、それは初めは戸惑いましたね。うん、佐藤監督は初めてお会いしたのが、監督が撮られたラブソングの、試写会で初めてご挨拶をして、今度よろしくお願いしますって会ったんですけれども、その時の印象と今の印象はもう全然違って、初めはなんだろう、すごい真面目な映画一筋の気真面目な方かなと思ったら、確かにその真面目だし、その一生懸命な方なんですけど、言うとこういうことがなんかすごいシュールなギャグだったりとかギャグを言ってるつもりないのかな、なんかすごいツボに入って、なんか疲れたなとか自分テンション落ちてきたなと思った時に監督と話したり、監督の行動を見るだけでこっちが笑えるような、なんか温かい方ですね。もう大好きです。ドニー・エンさんが来日され、ハリウッドが来日されるってことで、なんかどうなんだろうってすごい、まあ、予測もつかなかったことなんで、すごいドキドキしたんですけど、初めての現場の時に、昨日まではこれで OK だったのに、なんでダメなんだろうっていうようなのがすごいあって、特にクローズアップだったり、なんか簡単なものなのになかなかそれが OK 出なかったりっていうのが、なんだろう、アクションっていうのはやっぱり一瞬一瞬生ものみたいなもので、で言われたから同じことをしてはいできますっていうよりは、もういろんな手とかあったりして、その偶然の一致みたいなものあったりするので、なかなかその OK って出るまでが時間がかかって10テイクぐらいあったりして、もうとかってなりましたけど、でもたまにテストやって本番入って一発で OK 出て、オッケーとか言われたら、グッドとか言われたら、もうすごい嬉しくて気持ちよくて、なんかそのためにも頑張ろうと思ってますね。ジヨシーはまだ自分もそのチェックとかしてないので、どんな風に仕上がるかも全く分かんないので、自分がやったものでしか言えないんですけれども、まずはアクションやっぱりアクションですかね。なんだ釈由美子って動けるんじゃんっていうぐらいのところを見せればなって思ってます。でワイヤーだったりとか、実際に結構スタントさんがやってもいいんじゃないかっていうようなものもやらせてもらったりとか、あとはなんかその刀とか構え方とかっていうのは日本のアクションとはまた違うので、例えば盾とかっていうのもなんか違うじゃないかと思われても、なんか新しい香港流のと日本のアクションがなんか融合されたようなところが見どころだなと思ってます。お芝居の部分に関しては、なんだろう、今はだいぶ私生活も雪になっちゃってるんですけど、初めはすごいやっぱり自分は釈由美子はへぇーってなんかもう力が抜けたような状態が一番楽だったのに、入ってすぐにもう雪のシャキンとした顔になってすごいクールでっていう、そのギャップがすごい大変だったし、ある意味やりがいもあったので、その違う、全然違う釈由美子の顔っていうのをぜひ見てもらいたいなと思ってます。